どうも、アダラシでございます。久しぶりにね、久しぶりに焼き付きやるよ、やっていくよ。いつ以来だ、もう1月の初めに撮って以来の焼き付くですが、なんと3月号です。そして今は7月31日、多分動画が上がるのはおそらく8月の1日。いやー、間が空いてしまいました。申し訳ない。申し訳ない。忘れちゃってるよ、いろんな全てを。ねえ、ダメだよ。新庄監督になって1年目、それをこう、ね、追っていってこそすれ。放置ったどういう了見だと言われかねない。何のための模式を実況だったのかと、そういうことですよ。いやー、言われてしまうな。誰に、誰も言われないけど。別にこの実況を見てる誰かがいるわけではない。そんなになんか心待ちにしてくれてる人がいるとは思ってやってないので、別にあれですけれども、まあね、自分で決めたことはやらないと。はい、ああ、出しただけだな。体力は別に必要ないな。ということで、3月号からね、模式をシリーズを開始していきます。一月に1本ずつ上げていったとしても、現実に追いつくのは結構間が空いてしまうかもしれないな、これは。よくないな。で、まあ、前回からと別に環境は大きく変わっているということはないんですけども、変わってます、実は。実は変わってます。マイクが良くなってます。今上についてます。そして、マイクと、あと、オーディオインターフェースってのを使ってます。なので、音の大きさが、みたいな感じで、自由に絞ったり、上げたりできるのと、あと、とりあえず今使えるのは、なんだっけ、リバーブかけて、あいうえを、ちょっとエコーっぽくすることもできます。それぐらいしか使いどころないですけど、まあ、劇的に違うところといえば、あれですね、このオーディオインターフェースと OBS の一緒に使っていることによって、ホワイトノイズが限りなくなくなっております。はい、すごいですね。このすごいっていうのをどこかでお披露目せないといけないなと思ってたんですけど、でこのオーディオインターフェースがなんかヤマハの AG03M2 ってやつですけど、これがなかなか手に入らなかったんです。なかなか来なかった。楽天で頼んでから、1ヶ月以上経ってから来たんで、これ、オーディオインターフェースで新しい環境を作ってから、実況を始めようかなと思ってたんですけど、それがこう、ちょっと計算が狂いましてね。せっかくだったらマウスを新しい環境にしてから撮ろうなんていうふうな、ちょっと思ってたらこんな風に遅れてしまいました。でもそれだけじゃない。2月には国士もあったし、3月はバタバタしたし、4月からは働き始めて、ね。忙しかったんですよ。忙しかった。だから、言い訳させてほしい。こんなに遅れたのは、何も俺が怠惰だからじゃない。何も日ハムのことが嫌いだったからでもない。単に忙しかったからです。忙しさが悪い。そういうことでございます。はい。言い訳のオンパレードですな。まあ、3月号だけサクサクってやっていきます。今回はね。サクッとね。新庄もう、違う、新庄ね、噂のもう31、峠が見えてきている。峠が、すっげえ打率、すっげえ打率、もう打つね、うちのチームね。清宮今22か、まあ18試合入ってるからな、まだ22とは若いな。で、清宮シリーズということでね、5年目の清宮なんですけども、今8月、7月の終わり現在、ホームラン11本打ってますね。打率は2割2分3厘。打点は去年より少ないけれども。同じ試合数ぐらいで。去年出てないか。その前の年かな。うん。数字見ててね。まあ、今年は清宮フィーバーの年だから、もうほんと、ね、ゲーム実況上げてるだけで、まあまあ、そこで見てくれてる人がいたかもしれないのにね。チャンスを逃したね。バシッとチャンスを逃して、今に至るって感じですね。最後とかどうなんだろうな。相手の長打伸ばしたいけどな。まあまあでもこうだからな。監督がね、コーチがね、土井が、コーチの土井が。
もう史上32ともなると伸びないんですね、このゲームはね。伸びないというか、あとはもう緩やかに衰えていくだけという状況でございます。諸行無常というね。おバンド人気です、おバンド。みんなもうこれでなぜやれてるのかわからん。34だがまだやれている。一応コードだけバシバシに記載させていただこう。すごい、まだギリギリ育つけど、どうかな、どうかなって感じだね。すごいは、まあここらでちょっと長度上げていくか。守備も上げたいけどな、まあ、肩があれば。石本すごいよな、もうどうしたいのかわからない。選球が D なのだけどうにかしてほしい。で、平下、島田ですね。28なんですね、島田も。レギュラーを取ることなく、ここまで。秘密兵器として育ってた。でも大丈夫、バースデータイプだから。すごいな、このメンツ。ここのメンツ。何人かあげたいな。上に上げたいな、何人か。上で座りたいんですけど、下に下ろせるような人はいないな。まあ、ガンちゃんに馬車馬のように投げてもらって、オープン戦ね。関根あたりは下で、この2枚看板が抜けるかな、今年は。まあまあまあ、まあ、まだガンちゃんはもう1年伸ばす。選手生命が。敵にはもうそろそろもう終わり。終わりに差し掛かってるって感じ。まあ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 、まあ、すごいな。防御率を出したらいいか。敵にはまあね、功労者として。体力伸ばしてもしょうがないけどな。まあまあ、上げ込みかな。いや、9位だな。せっかく米田がコーチについているのだが。はい、という感じで、これでいきましょう。久しぶりすぎて、喋りの感覚が戻ってない。まあ、元から大した喋りではないのだけれども。ゲーム実況っていうものを考えるときに、まあ、今は配信が主だけどね。あえてこうラジオのような立ち位置のものがあってもいいのかなというふうなことを最近車の運転をしながら思いました。なんか配信はやっぱり1と1とのコミュニケーションって、1と他とのコミュニケーションっていうか、チャットとのコミュニケーションっていう感じがあるから、なんかこう後からアーカイブで見るのってちょっとこうしんどいかなっていうのがあったりしません？車でダラダラ走りながら聞くのには、まあその時、その走ってる時たまたま配信が噛み合えば見れなくもないけど、でも車で走ってる時はね、やっぱり配信はね、あれだよね、コメントできないからね、自分はね。ちょっとそこはうんって感じがするよね。車の運転とかなんか作業ながらで聞けるというものを目指して。おかしい、おかしい、全部売れないぞこれは。人形だけ取っか。鉢巻き、ちょっと売れてるものがよくわからないな。春先だからカレンダーが売れるけど、なんか昔のゲーム実況の、まあ、自分のすごくこう尊敬してるゲーム実況の、新しく尊敬してるゲーム実況の人のゲーム実況を、まあ、なんか数年前、4年前ぐらいのゲーム実況見てるんですよ。なんか、こういうのが見たいなって、ふと思って、やろうって、そういうふうに思ってやってます。なんか、ダラダラとした喋りが聞きたい時も、あるなーっていうね、そういう思いに駆られて、ゲーム実況を上げるっていうね。まあ、バシバシ切ってね。これだけ抑えてね、そういうのもいいんだけどね、
今7で4にしたな。7で4いけんか、7で4いけんな。7で5、あ1億で5、おあら、もうほぼ作り終えてんのか。あ、そうだね、アイテムは知らなかった知らなかった。どうしよう、どうしよう、もうあんますることがないし。よっしゃ、施設をあれするか、スタジアムちょっと拡張します。十分金あるだろう、うちまだ増築。おお、12億、全然足りない全然足りない、12億は全然も足りない。まあまあ、春はもつもつ。12億も何もできんわ、何もできん。よし、じゃあ進めていきます。だらだら聞けるゲーム実況を目指してやっていきたいなと、そういう思いに駆られて。俺、関根どこ行った？ここにいるじゃねえか。なぜだ、なぜだ。打順は清宮4番で、4番で使うよ。そうね、1番新庄、1番新庄、2番金子、3番違う、違う円か、円か、これで円か。右左、前か。強い。ゲーム実況な、なんかまあ時代がね、いい時代になったんだろうなって思う。ゲーム実況とかで普通に食っていける人たちも増えてる世界というかね、なったんだろうけど、まあ、つつましくいきたいよね。ゲーム実況というものに対してこう、あまりこう、なんかこう、大手を振ってやらない感じでいたいとは思う。どういう感覚なのかはわからんけど。おお、おお。これはいいよ。これはいいよ。往年の OB ですね。そう、そう、カツオっていうかな。そう、マサオかな。韓国の、あ、台湾か。台湾ですけど。あ、ナックルボーラーです。欲しい。こいつ欲しい。ナックルボーラーですね。伝説的なナックルボーラー。なぜかこのゲームではナックルボーラーとして有名。現実のプロ野球ではなんか面白いピッチャー返しの取り方みたいな動画で見たことがある。取りたいけども、解雇すんならこの辺だぞ。坂東とか藤本とかこの辺だぞ。解雇すんならな。藤本切っていいか。いや分からん。切れんぞ。いやでも藤本切るか。切る判断をするのは早い方がいい。いや藤本を切ろう。ここまで育ってきた藤本。ああ。いや切るよ。切るけどね。そこはまあ非常にいく。これからの。背負っていくピッチャーになるかもしれないからね。そう、まあ、ナックルがありますからね。この野球つくというゲームにおいてナックルボーラーは本当に、一人しかいないぐらいちゃんとした OB です。あのちゃんとナックルボーラーとしているのは、ね、あとはもう架空選手とかばかりだから本当にちゃんとしたナックルボーラーはこの層しかいないから、このゲームにおいて。まあでもこれで選手の不満はがっつり上がるでしょうね。やってしまったなっていう感じだと思いますけども、いやだが、ミラバルどうしよう。ミラバルね、あれだもん、体力つけ出してもしゃあないもんな。よし、今一時的にミラバルを下に下ろしておきます。
ミラバルの、まあ、弾、コントロール。コントロールいらない。9位、9位、9位。ミラバル9位、ミラバル9位。なぁ、ナックルなぁ。遊ぼうの方でやるとナックルは猛威を振るうんだけど、ちゃんとしたナックルボーラーいないからさ、遊ぼうで猛威を振るってるナックルボーラーを見て、もう、作ることはできない。でも、ナックルボールを教えられるコーチが、そうしかいないんですよ。だからもう、ナックルを極めることはもう、現実的に不可能なんですよね。このゲームにおいて。独学で覚えてもらうしかなくて。せっかく手に入れたのでね、じっくり育てていきます。そう、まずは体力をね、もう見た C からいきなり B になったよ。そんなギリギリの値で、ギリギリの数値でスカウトにかからんで、まあ金村を投げさす。いや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 、そのための責任を犠牲になってます。うちのチーム尊い犠牲になってます。責任、このオープン戦の期間中はもう全部関根が馬車馬なるやつだから。現実の野球語りをした方がいいんだろうなと思うんだけど、最近あんまり野球見てないんですよね。これには一つ理由がある。南J がね、ちょっと今分裂してまして、南 J と J 不思議がない、南 J と南 G っていう風に掲示板が分かれてしまって、で南 J みんなで一応南 J に残ってるんですけど、南 J は野球民がいなくなってしまったのでね。練習させすぎた。いらしたー。いらしたの不祥は大きいな、うちのチームにとって非常に大きい。まあ、しゃあない。最近あんまり野球見えてないんですよね。まあ、仕事がもあるっていうのもあるしけどね。あ、言い訳だな、うん。テレビでやってたら見るんだけど、そういう感じになってます。まあ、最近パリーグ TV とかね、あれがあるから、なんか見た気にはなるけど。見たないな。テレビでやっぱりこうダラダラ野球見たいよな。野球ってのはなんかダラダラ見るのもんだと思うわ。そう、うわっ清宮だけは怪我してくれるなよ。すごい2週間練習がハードすぎる。怪我するともう大きく能力下がるとも言うしね、絶対怪我させたらいかんっていう、そういう話を焼き付くにおいて、しかし1を取るか0を取るかみたいなところだ。10を取るか0を取るかみたいな、うん、全体で言えばそんなに気合いには出ないはずと、そういうね、高をくくってね、まあこのオープン戦期間中はがっつり渡辺匠、まあいい、渡辺拓海。オープン戦期間中、おお呪われとるんじゃないか、このシーズンは。金村まで。不幸中の幸いは全員2週間ということだね。不幸中の幸いは。すげえな。パリーグ TV とかさ、なんか、フォープレー集とか見るのも、まあ楽しい。ニュースで見るのも楽しいけど、やっぱね、1試合丸々をダラダラ見れる時間の、なんというかその幸せさみたいなのってあるよね。うん。時間をこう、無駄にしてるなっていう感じに、人間はなんか、贅沢感を感じたりするかもしれんなって思ったりする。まあ、焦る人もいると思うよ。
いうちに才能開花。贅沢に時間を使ってることに焦りを覚えるようになったら、まあ人生なかなか辛いのかなっていう気もするけどね。ああ幸いあまり選手は来ない。ゲームしてるのもなんかこう追われるようにしてゲームをするというよりはダラダラするのがいい、ダラダラっとするのがいいのかなっていう気もします。なんか別にやる必要もないゲームをこうダラダラってやれてるっていうのが一番幸せな瞬間なのかもしれないなみたいなね。人生は暇つぶしみたいな、そういう考え方というか、まあ忙しすぎるよ人間。外歩いててさ、野生の動物とかさ、まあ命の危機があるから、まあ彼らは彼らなりに一生懸命なんだろうけどさ、人間はことさらになんかストレスを溜め込んだりして忙しく生きてるような気がするよね。あ、ここか。じゃここでちょっとこの試合見ていきましょうか。このボロボロの状況の我がハムボロボロですけど見ていきましょう。まあ、他のチームのね状態も気になるからね。東田は東田だけでなぜ東出が、田中よりも東出の方がいいかな。俺は田中の方がいいと思うけどね。新生ハムとして、新生ハムとして2番小笠原だし、うちは2番小笠原だし、すごいなんかすごいチームだな。すごいがいないとこんなことになるのか。大砲、まあ、なんとも言えないなこりゃ。まあ見てみようか。カープとの試合は珍しいぞ。今のカープがどんな今っていうか、このゲーム内で今何年だ、わからない。常に十何年前だけど、18年前の気がするけど。今日はだいぶ雲が出ています。カープ対ファイターズ、こっちがホームなのでカープのラインナップスタメンメンバーわかんないですけど、少なくとも東ではいないかな。1番木村拓哉、ショートホームラン、磯部、そして尾形、デレンス、まだ尾形がいる。打つね、やりますね。野球のゲームといえばコナミじゃないホロプラのプロ野球 VS を最近よくやってるわ。最近ね、まあ、ずっとやってるんだけど、ずっと薄くやってたんだけど、最近よくやってる。清宮打ちましたね。清宮打ってます、ホームラン、一気に逆転。強いな、うちのチームは強すぎる。見どころないぐらいに強すぎる。プロ野球 VS をちょろちょろやって、まあああいうゲームやってて、なんかゲームやってる感だけなんか呼吸してるってのもなんだか違うなって気がしてしまうんだけど、まん優雅にゲーム時間を使えてる気がしないよあんまり。すっごい。さあ清宮の打席です。ツーアウト一塁三塁、まだ2回の裏ですが、2回目の打席を迎えておりますね。先発ピッチャーはなぜか菊池原、これは高々と打ち上げましたね。センター、右中間、センター、ライト、前田がキャッチ。この回1点追加しました。まあまあまあ。3回の表、木村拓哉か。あ、ライトだ。この焼きつくにおいて新井はめちゃめちゃ過小評価されてるから、もっとプロ野球チームね、この木つくにおいて新井はめちゃめちゃ過小評価されてるから、
何年経っても大した成績が上がってこないっていう、そういう選手扱いされてる。関根何回までいけるかな。まあ尾形とか前田とか、ね、金本が現役の時代ですからね。そりゃあもう、そりゃあもう大昔よ。大昔のゲームを実況してる。でもなんかゲームってあんまり変わってないなって感じはするけどね。この木つくでいいんだよね、ゲームってって思いながら、野球のゲームはこれでいいんだよなって思いながらも、なんかリアルな感じのね、選手の動くゲームを目の当たりにするけどね、現実ではね。別にリアルじゃなくてもゲーム楽しけりゃ、野球ってのは別にリアルな人間が動かなくても楽しいもんだろうって気がするんですけどね。デフォルメされたキャラが動いたって、野球は野球としてゲームは面白いので、ね、こんなからがちょっと面白いシーンです。2アウト、満塁。バッターは磯部。ここ抑えるか抑えないかだいぶ変わってきますよね。でも、まあ抑えるんじゃないかなと思うけどね。三遊間抜けた。ホームイン。二塁へ送球。満塁継続。カープ。三番尾形。あ、落ちるね。あ、落ちない。カープ。この回三点返しました。いい試合をしてるな。責任をどこまで投げさすか。これがこの向こうの菊池原もね。菊池原って先発のイメージ全然ないけどな。ね、中継ぎの最多登板だったかな。その当時の日本記録を打ち立てだと思う、菊池原ね。中継ぎのワンポイントという。ワンポイントだったかな。ワンポイントじゃなかったかもしれない。1年間で一番試合に出たピッチャーみたいなことではあるわけだから、それはそれですごいよなとは思う。それはそれでやっぱり一つ勲章かなって思うんですけど、最多登板。さーて、おバンドを解放。島田どうだ、バッティングは。島田どうだ。あ、三振ですね。あれ、坪井の穴を島田で埋めることはできなさそうだ。5回投げてるから下ろしてもいいんだけど、まあ、勝ってるうちは。向こうまだ菊池はない。小山田康弘、小山田に、ね、右のサイドハンドが150キロ以上の球を投げる小山田ですよ。その後横浜に行ったけど、その後横浜ベイスターズ。ダイソーを出すか、せっかくだし。ダイソーです。吉本はね、100% 盗塁だからね。これがこのゲームの良くないところ。盗塁が 100% 決まってしまうから防ぎようがない。これ良くないところだ。特にキャッチャー磯部だしね、抑えれるわけがない。総力 S の石本、これが良くないよな。これが良くない、野球ゲームとして。その点プロ野球 VS はね、たとえ総力 S であったとしても、あの一球外せばね、外角高めにストレート投げたらさせてしまうっていう、いいシステムを投入して、それはいいとはなと。絶対盗塁が成功するってやっぱゲームとしての面白さをちょっと書くのかなって気がするけどね。まだ俺責任投げさせてる。殺す気か。おお、8-10。大味な試合にしてるな。終わらん。大砲を東に変える。東が走る。まずセーフ。
ね、ね、多分3投もいけるけどね、まあ、いかなくていい、ノーアウトだし、島田にスリーベース、もう永遠に打てる、永遠に走れる、あで、この回終わったら、この回終わったらピッチャー変えます。今2塁刺されたんだな。まあええことよ。原田何話しとくか。ようやくピッチャー交代で、もう8点、8点台。あ、フォアボールだね。サウオを走られる。そうだ、それそりゃそうだよ、キャッチャー石本だから、そりゃそうだ。キャッチャー相川に変えます。まあ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 、さあ清宮の打席です。ピッチャーウルソ、打率2割4分クーリン、2割4分クリンっていう成績はなんか割と現実の清宮に近い気がするな。そろそろ本当にゲームの清宮とリアルの清宮が近くなってきてるんじゃないかなっていう感じがするけどな。今の成績で後半に、あ、現実のね、2022年の清宮のシーズン、今の成績でこのままオフまで、オフじゃないな、シーズン終わるまでで、まあシーズン後半はピッチャーバテてくるからスタメン張り続けたら今ぐらいの成績になるんじゃないって気もするけどな。それで期待感がある、今の清宮には、うん、まあ、まあまあまあ、ようやっとるってぐらいかな。2割4分以上欲しいよな、打率がな、ね、いかに言うても。今年の清宮はね、体重絞ってスリムになってるのか、走れますね、走れてるなって感じです。今日の試合もなんかスリーベースヒットだしね、うん、まあでもなんか今年の清宮の前半戦のホームランのまとめみたいなのが見てみたけど、もともと右方向なのよね、ホームランが。まあ、圧倒的な長打力って圧倒的な飛距離でもってライトスタンドにぶち込んでるんだけど、右方向なんだよな。引っ張りで、引っ張りでしかホームランが生まれてないという状況にある。いいんだろうかと思ってしまう、それで。本当に別にいいけど、ホームランが出てて、まあ、率も残ってればそれでいいけど、ね、ちょっとまあそう悩ましてみるか。これあ、ダメだ、最後一回練習できない、これで。切れました、ファウル。まあいいか、投げました、打った、しっかりとキャッチ。フルヒッターかっこいいけどね、何が何でも全部引っ張りでホームランにするんだ、ここまで引っ張りでヒットにする、まあかっこいいけどね。プロ野球で実際選手として考えるとき、例えばシフトを引かれるとかね、あるから、ね、現実してどうなんだろうって思ってしまう。大丈夫なのか、ちゃんとプロ野球選手としてこの後何年もやっていけるんだろうと、フルヒッターでっていう案じてしまう。柳田ほどとは言わないまでもね、ちゃんと流しででかいホームランをね量産するっていう、見逃してストライク、いいんではないかと思うんですがね。これは抑えそうだね。打った。しっかりとキャッチ。アウト。余裕です。9対13。草野球のラストスコアだね。いやー、久しぶりに喋ったな。喋ったっていうほどの喋りじゃないよ、これは。ちょっとあの喋りの感が全然取り戻されてなくて、
脈絡もなくダラダラと喋ってますけども、まあ、そんな時もあってもいい、よくないけどあってもいいじゃない、自分で自分を総括してなんとなくなーなーで流そうとするっていう悪い癖があるな、うん、よくない。矢野を生かす、ほう、まあめっちゃ成長して帰ってくるだろうね。矢野か、26の矢野を生かす、まあ、いいよ生かせよ、あえて生かせよ。矢野を生かすか、んおよし、最後外国人見て終わりにしましょう。もうこんな風にやってると30分超えちゃうんだな。だって見るんだ。いや、外人ばっかだな、今年は。まあ、いい選手、ちょっとならいいんだけどね。トレードしてもいいけど、ねえ。まあまあ、トレードする気あったら、次なんか動きます。とりあえず今日ここまで。久しぶりだ。本当に、このフェイスリーグ動かすのも久しぶり。一人喋るのも久しぶり。今ずっと農園してたから。これがちょっとね、こうやって環境戻ったので、ゲーム実況やっていこうかなと思います。はい。長くはなりましたが、お付き合いいただきましてありがとうございます。また、焼きつくも、ね、ポイポイポイと上げていけるように頑張るので、ついてきていただければ、嬉しいかなと思います。またまた。